ヒラノシオンジングジ・ユタ、高級ブランド着用ショットがそれぞれ話題に、X トレンドを席巻。芸能界では常に新たなトレンドが生まれ、人気アイドルや俳優たちがファッション業界でも注目を浴びています。最近、元キングプリンスのメンバーであるヒラノシオンさんとジング優ジ・ユタさんが、高級ブランドの洋服を着用した写真を SNS に投稿し、大きな話題となりました。今回は、 彼らの最新のファッション活動に焦点を当て、その魅力や影響力について詳しく見ていきます。平野紫耀、ファッション界の新たなスター。先日、平野紫耀さんが雑誌、e l l e 日本、L、Japan、ジャポンの11月号特別版の表紙を飾ることが発表されました。この特別版では、ルイ・ヴィトン、ラウィス・バイテンの最新の秋コレクションを身にまとまった平野さんのファッションポートレートが掲載されるということで、 多くのファッションの愛好者から注目されています。平野紫洋さんは、そのファッションセンスで知られており、彼のスタイリングは常に新鮮で斬新です。彼が着用したルイ・ヴィトンのコレクションは、高級感とエレガンスが融合したもので、彼の個性と調和しています。この表紙が発表されると、平野さんのインスタグラムには、ラウィス・バイテン、ヘルメス、エルメス、GIV ・ ENCHY、v e N C H y ジバンシーなどのラグジュアリーブランドのコーディネートが次々と投稿され、その投稿は全て50万いいねを突破するなど、彼のファッションに対する熱狂的なサポートが明らかになりました。神宮寺優太、高級ブランドでの魅力的なポーズ。一方、神宮寺優太さんも高級ブランドの洋服を身にまとい、そのスタイリングが話題となりました。彼は、セーンと LAURENT、サンローランの洋服を着用し、 そのショットを自身のインスタグラムに4枚投稿しました。これらの写真では、神宮寺ゆうタさんは黒を基調としたスーツに、メンズのヒールブーツを合わせてポージングを披露しています。そのスタイリングは洗練された大人の魅力を引き立て、多くのファンから絶賛されました。話題の、X トレンド。神宮寺ゆうタさんのインスタグラム投稿は、瞬く間に SNS 上で拡散され、特に、X。 旧ツイッターのトレンドに関連ワードが5件ランクインするなど、大きな話題となりました。彼のファッションセンスは多くの若い世代に影響を与え、トレンドを席巻しています。トベ・トビーへの移籍と新たなチャレンジ。平野紫陽さんと神宮寺優太さんは、かつてキングプリンスとして活動していましたが、最近では独自の道を歩み、新たなチャレンジに挑戦しています。彼らは、トベというエンターテイメント会社に加入し、 その一環として、ファッション界でも注目を浴びています。トベはクリエイティブな才能を持つアーティストやタレントをサポートし、新しい可能性を広げる場を提供するプラットフォームです。平野さんと神宮寺さんがこのプラットフォームに参加したことは、彼らがこれからもさらなる成長と成功を目指す姿勢を示しています。結論。平野紫耀さんと神宮寺祐太さんの最新のファッション活動は、 日本の芸能界に新たな風を吹き込んでいます。彼らの高級ブランドの洋服を着用した写真は、多くのファッション愛好者から注目を浴び、SNS 上で話題となりました。特に、X トレンドに関連するワードがトレンド入りするほどの影響力を持っています。彼らのファッションセンスは洗練され、個性的であり、若い世代に新たなファッショントレンドを提供しています。また、トレの参加を通じて、 彼らは新たなチャレンジに挑戦し、成長の機会を追求しています。これからも、平野紫耀さんと神宮寺祐太さんのファッション活動に注目が集まることでしょう。